皆さんこんにちは、ピヨユナです。本日はコストコの国産桜鶏もも肉を使って親子丼を作っていきたいと思います。材料1つ目は国産品桜鶏もも肉 600g です。コストコでは4袋合計 2400g で2198円で売られていました。2つ目は佐賀県産の玉ねぎです。大きいのが1個です。これは 5kg 498円で買いました。はい、まずはじめに玉ねぎ1個を薄切りにしていきます。くし形の方がお好みの方もいると思いますが、薄切りの方が火がね早く通りやすいので、私はいつも薄切りでしています。そこはねお好みで変えていただいても大丈夫だと思います。はい、そしてもも肉を切っていきます。食べやすいようにね一口大に切っていってください。だしを取っていきます。だしは博多なじまや新だし 8g が50パック入って1248円でした。 500cc の水の中にだしパックを1パック入れて沸騰してだいたい3分ぐらいで取り出します。お酒大さじ5、みりん大さじ5、醤油大さじ5、1対1対1の割合で入れてください。鶏肉を入れて全体的に火が通ったら玉ねぎを加えます。蓋をして少し煮立たせて全体に火を通していきます。はい、全体的に火が通ったら卵を加えていきたいんですが、もちろんこのまま鍋に加えてもらっても構いません。私は親子丼用の片手鍋で1人前ずつ作っています。そうすると帰宅時間がずれている夫のものも出来たてを出すことができますし、卵の半熟具合なども個人差があるので好みに応じて出すことができます。はい、お好みでネギを振りかけてこんな感じで完成です。はい、いかがだったでしょうか。今日は桜鶏もも肉を使って親子丼を作りました。簡単なのでぜひ作ってみてください。よろしければチャンネル登録、そして高評価もお願いします。以上、ピヨユナでした。バイバーイ。